はい、どうも、白熊先生です。今日お話したいのはですね、日本を代表する、ヒップホップグループ、リップスライムなんですけども、実はですね、2017年にですね、まあ、活動休止に入るんですけども、その際にですね、そのメンバーの一人であるペスさんがですね、脱退していたことがですね、今回分かったんですね。で、しかもですね、ペスさんはですね、今回の件に関して、3人に何度も心を折られたとかですね、一緒のステージに立てることは考えられないといったですね、まあ、いわゆるですね、なかなかですね、えぐいですね、そのグループ内の実情をですね、苦労してるんですね。でですね、その中から見えてきたのはですね、あれこれもしかしたらペスさんってグループ内でいじめられてたんじゃないのっていうですね、そういった疑惑が今出てきてるんですね。今回の動画はですね、ペスさんのですね、暴露情報、そしてですね、そこから本当にいじめはあったのかっていうことについて、ちょっといろいろと考えていきたいかなというふうに思っております。まずなんですけども、リップスライムさんがですね、その活動休止となったきっかけから喋っていきたいと思います。リップスライムさんといえばですね、まさにですね、その国民的ヒットソングを何曲も出したですね、まあ、ヒップホップグループ、まあ、ものすごい人気の方ですよね。うん。でですね、そんな中ですね、2017年くらいですね、あるスキャンダルが出ちゃうんですよね。それは何かっていうと、スーさんっていうメンバーがいらっしゃるんですけども、そのメンバーの方の、奥さんがですね、大塚愛さんなんですね。で、大塚愛さんといえばの、さくらんぼっていう曲とかでね、まあ、めちゃくちゃ売れたあのね、アーティストの方なんですけども、で、そのスーさんがですね、モデルの方とですね、こう、不倫をしていたのが取られちゃったわけなんですね。で、しかもですね、その、不倫相手のモデルの方が割とですね、こう、まあ、積極的といいますかですね、こう、匂わせ行為といいますか、まあ、割といろいろしてなんですよ。うん。で、その方、モデル兼、あとアーティスト活動をしていたっていうのもまたね、結構やばかったんですよ。要は、その、だって奥さんの大塚さんもアーティストなわけですからね。その業界内で、まあ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 、いろいろあったわけですよ。ね。で、そのことがですね、がっつり週刊誌とかに撮られて、その後何が起きたかっていうと、そのですね、大塚愛さんとスーさんは、そのね、離婚して、そしてですね、リップスライムも、謝罪文等いろいろ出してですね、活動休止という形になってしまったわけなんですね。まあ、ただですね、その2017年の段階で、昔ほどですね、リップスライムさんが、こう、こうね、曲をリリースしたりだったりとか、積極的にそこまで活動していなかったっていうのもあるので、うん。ね、まあ、その大きすぎるほどの衝撃では当時なかった感じなんですよね。要はその人気絶頂の死ぬほど曲とかバンバン出して売れまくってるあの時期にとか、まあそういうわけではなかったんでって話なんですよね。はい。割と、まあ、まあ活動もマイペースに落ち着いてる時に、まあそういったことになったって話なんですね。はい。で、まあ2017年以降、それくらいからですね、まあ活動休止ってなってたんですけども、この度ですね、その中のメンバーのペスさんが、その2017年のね、段階、要はその活動休止の段階でですね、すでにですね、グループを脱退していたということがですね、今回分かったわけなんですね。はい。まあ、だから脱退してにもかかわらず言ってなかったっていう話なんですよ。この4年近く。うん。でですね、じゃあどういうふうに発表したのかってことについて喋りたいと思います。はい。これ何かっていうと、まずですね、ツイッターの方にですね、リップスライムインスタライブの件についてという題名のですね、文章を発表しました。このインスタライブの件についてはちょっと後で触れます。これもなかなかひどい情報、内容になってるので。その中でですね、2017年9月、様々な理由から今後リップスライムのメンバーとして活動を続けることが困難であると判断し、事務所とグループを辞めさせていただきましたというふうに、言ったわけですね。はい。でですね、さらにですね、ここまで皆さんにお伝えする機会を模索してましたが、複雑な話であることやいろいろな事情が重なる中で、自分が公表できる立場にいるのかもわからず、彼らに関わりたくないという思いもあり遅くなりましたって言ってるんですね。はい。もうここがすでにやばいですよね。彼らに関わりたくないという思いもあり遅くなりましたと。うん。まあ、つまり、そのリップスライムのメンバーたちに関わりたくないからこそ脱退したことすら言いたくないって言ってるわけなんですね。まあ、これがですね、いかに異常事態かって話ですよ。でですね、こういった形での報告になってすみませんと。ね。で、さらに、ここがすごいんですけど、彼ら3人には何度も心を折られているので、また同じステージに立つことは想像すらできませんというふうにですね。はい。まあ、だから言ってみたらですね、こんなね、心を折られるっていうのはなかなかですよね。まあ、ちょっと言っちゃうんですけど、もういい大人じゃないですか。いい大人がいい大人に心を折られるって、まあ、なかなかなですね、話なわけですよ。はい。でですね、これどういうことかっていうと、そのリップスライムのメンバーはですね、実はですね、SNS 上でたびたびですね、その5人での活動をですね、匂わせる発言をしていることがあったんですよね。で、それに関してどうしてもですね、どうやら気に入らなかったっていう話らしいんですよ。うん。という何かっていうと、その度にですね、そのペスさんの方にですね、まあ言ってみたらですね、本当にですね、復活するんですか？ペスさんはどうなんですか？みたいな感じ。ペスさんのせいで復活できないんですか？みたいな感じで、まあメンバーが復活を匂わすたびにですね、いろいろ否定的な意見とかも来たらしいんですよね。はい。でですね、それがすごく辛くて、もうね、彼らの行動に怯えるようにもなっていたっていうふうに言ってるみたいなんですね。はい。まあ確かにそうですよね。だってペスさんからすると、すでにグループは脱退してるわけじゃないですか。まあ世間に発表しませんよ。世間に発表
表したのはこのタイミングですけども、2017年の段階でペッソンはすでに脱退してるわけですよ。にもかかわらず、自分に何のですよ、許可も取らずに、そのね、残ったメンバーたちが、またね、みんなで活動できたらね、みたいな、それをファンに出して匂わしてたわけですよね。うん。で、そうするとやっぱりファンの人たちからすると、ああ、なるほど、オリジナル、このね、残ったメンバーの人たちはペッソンとかとまたやりたがってるのに、っていう風になっちゃうわけですよ。うん。だからなんかよくわからん話ですよね、本当にこの辺は。ねえ、何がしたかったんだっていうね、なんかこのメンバーの人たちは。うん。でですね、さらにこうも言ってますね。この先月8日ですね。はい。これがですね、動画の最初の方にも言ったですね、インスタライブの件なんですけども、先月8日に配信されたメンバーによるインスタライブでは、私ともう一人の元メンバーを呼ぼうと言っていたとし、対話を求めてリクエスト申請をしてきたと。まあ、これ、インスタでですね、以前に私の話をしてほしくないと彼らには伝えていたはずなのに、なぜ繰り返すのか、この話をどんな気持ちでどんな角度で、捉えているのかなど、実際に話したかったですが、相手にはしてもらえませんでしたっていうふうに、言ってるわけですね。はい。で、さらにこうも言ってますね。今回の発表、スマートではなかったと言いつつですね、このまま物事が進んでしまい、私の、道義的責任が生じるのは非常に危険だと感じましたし、公にアプローチすることで見ている皆さんにも意見を選択してもらう材料をシェアしたかったので、今回の、動きをさせていただきましたというふうにですね、言ってるわけですね。で、さらに、現在までメンバーからのリアクションがないことについてはですね、それが彼らの私に対する答えなのだろうと思いますというふうに綴ったというわけですね。はい。まあだから、まあ言ってみたらですね、今回の件から何が見えてくるかっていうと、ペッさんが相当グループ内でですね、まあひどい扱いと言いますかですね、なかなかですね、心を折られるような、まあ大変な思いをしてきて、最後の最後でですね、ついにそのことを暴露したっていう感じがしますよね。うん。はい。まあ、言ってみたら、ペスさんからすると、きっと今までずっと辛い思いをしてきたんでしょうね。でも、まあ、そういうことも言えずに、ね、辛い思いもいっぱいして心もらい大変だったと。ね。でも、そんな中で、2017年、じゃあいろいろあって、リップスライムが活動を休止するっていうタイミングで、もう脱退したと。もうすべてを終わらしたいと。ね。もうこの人たちとは付き合いたくないんだっていう風に脱退したにもかかわらず、その後にもなんか自分たちのことをインスタライブだったりとか、SNS とかで自分のことについて触れてきて、それがもうどうしても許せなかったと。ね。もう自分はあなたたちは関わりたくないようにって言ってるのに、まだなんかちょい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 いろいろ言ってくると。ね。向こうがちょいちょい言ってくるために、世の中のね、まあ何もね、真実を知らない人たちが自分に対してまたワーワー言ってきて、そのために心を病むと。ね。うん。いやー。で、その結果、いわゆるそのペッサンは今回ついに全部暴露することになったって話なんですね。はい。いや、なんか僕思ったのはこれなんかブラック企業そのものだなっていうふうに思いましたね。はい。まあ、つまりそのブラック企業とかで一人の社員をめちゃくちゃいじめるじゃないですか。辛い思いさせてですよ。そのパワハラ、モラハラとかいっぱいして。で、その社員がもうダメだ、耐えきれないっていうふうに なって、思い切って辞めたと。ね。で、辞めたんだったらもうそれでいいじゃないですか。もうそれすべて終わりにすればいいのに、残った会社、社員の人たちが、周りの人たちにですよ。方々にですよ。いや、あいつは辞めたけど、こうこうこうでさ、みたいな感じで、その人についてまたなんか話題をしてるみたいなね。で、そのね、残った社員たちが言った話をまた聞きした人たちが、あのさ、社員の人たちがこういう風に言ってるけど、あれって本当はどうだったのみたいな感じで、また聞いてくると。ね。で、辞めた本人からすると、もうあの会社には一切関わりたくないと。もうあの会社の子なんて一秒たりでも今後の人生で考えたくないと思ってるのに、そういう風にしてまた聞きした人がいろいろね、回り回って自分にまたいろんな意見してきたりとか、話を聞いてきたりすると。ね。そんな状態ってやっぱ地獄じゃないですか。地獄。うん。もう関係ないんだからほっといてくれよって話なわけじゃないですか。ね。うん。まあだから、まあこのことから察するにですね、多分ペスさんね、かなり言葉を選んで書いたとは思うんですよ。うん。まあだから多分、まあ本当は言わないんでしょうけども、もっともっと実際は具体的な、まあかなりのですね、ひどいエピソードがあったってことをですね、予想するには十分な内容だなっていうふうに思いました。はい。まあだからですね、まあいわゆるいじめの示唆じゃないですけどね、そういったことがあったっていう可能性は、まあ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 全然あるんじゃないかなというふうに思いました。というわけでですね、今日はこれでやります。詳しいですね、ちょっとも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録ですね、コメントやましたらぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございました。